a p i は1968年にアメリカニューヨーク州で創業したレコーディングスタジオ向けの製品に特化した企業であり、その製品のブランド名である。a p i 社は1968年にニューヨーク大学において助教授であったサウル・ウォーカーとルー・リンダウアーの二人によって創業した。同社のほとんどの製品に組み込まれているオペアンプ2520アンプリファイアは LSI ではなくあえてディスクリート回路によって設計されている。これをもとにレコーディングスタジオ向けのモジュール開発から始まり音響業務用のミキシングコンソールを設計製造している。API の回路特性はその心臓部に搭載されている2520アンプリファイアが全てを司っていて、 そのサウンドはネイベエレクトロニクスやソリッドステートロジックなどのイギリスメーカーと対比してアメリカンサウンドと形容され現在までスタジオで使用されるなど高く評価されている。1973年にはミキシングコンソール用のフェーダーオートメーションシステムを世界に先駆けて開発し従来のミキシングの概念を大きく変え現代へつながるミキシング手法を生むきっかけとなった。 1974年には最初のトータルリコールシステムを内蔵したコンソールを発表し EQ、オセンズ、パン、そしてフェーダーのすべてを記憶し再現するシステムとして機能するコンソールとして構想されていた。そして最初の微視回路も発表し、それを利用したフェーダーグルーピング機能なども可能になった。最初のテープシンクロナイズシステムも同じ年に開発され、 1974年のうちに API のコンソール標準仕様が定まることになった。その後 API のミキシングコンソールは世界各国のレコーディングスタジオと放送局のスタジオなどへ導入され一足先に展開されていたイギリスのネーバーと対抗するアメリカ製のミキシングコンソールとして普及することになった。1999年には ATI グループの参加に入り 1988年以降はライブ用のコンソールも展開し、パラゴンというライブ用ミキシングコンソールが発表されている。現在でも1970年代と同様の設計思想が継承されている、レガシーシリーズなどの大型コンソールをはじめ、モジュールに細分化された製品群などオペアンプ2520アンプリファイアを回路の心臓部に持った数多いプロダクトを 展開している。オリジナルの 550EQ は今でもヴィンテージ市場では高値で取り扱われていて、コンソール自体はオリジナルのままはほとんど現存してはいないが、パーツとして取り出されたモジュールはオリジナルのまま現存してレコーディングスタジオなどで活躍している。API レガシープラス48 ch with flying faders api legacy plus 48 ch with flying faders api 2098元内これらは大型コンソールの各モジュールとして設計開発されたものであったが各製品が持つキャラクターが評価されアウトボードエフェクターとして単体で使えるよう通称ランチボックスと呼ばれる電源付きフレームが販売されている2006年 VPR アライアンスが発足し、サードパーティーも参入可能な一種のデファクトスタンダード企画となっている。200シリーズ500シリーズランチボックスにマウントされている 512C、550バイト、525の各製品 API3124 ディスクリート、4チャンネルマイク、LINE プレ、プラス DI。ありがとうございます。